おや。うん、これだ。ディープパープス、君は知ってるかな？聞いたかい。分かってるじゃないか。ロックの歴史はディープパープス以前とディープパープス以後に分かれると言ってもいいくらいだからね。そうだね。まあこれも兄の影響だけど、小さい頃から洋楽だとかロックだとか散々聞かされたからね。嫌でも好きになるさ。でも実際いいバンドだと思うよ。リフの旋律はキャッチーで聞き応えがあるし、ギターの音は渋いし、演奏はテクニカルだ。そうそう、ロックにクラシックの旋律を取り入れたギターの早弾き、これが後の音楽シーンに与えた影響は計り知れないよ。だろ？若い子はポップな曲ばかり聴いてると思ってたけど、君はなかなか分かってるね。音楽は人生の友って言うし、君もいろいろ聞いてみなさい。そうだな、君におすすめなのは、もちろんいいよ。今日はおごらないけどね。ん？どうかした？そんなに目を丸くして。いけないかな？急に食べたくなったんだ。つかないよ。汁が飛び散らないよう気をつけて食べてるからね。ね、大丈夫でしょ？カレーうどんの食べ方を褒められてもあんまり嬉しくないな。そんなに私の食べ方が面白いかい？ちょっと見つめすぎだよ。何を見てるのかな？その後はどう？そうそう、メールアドレスを教えてもらったのよね。じゃあメール交換くらいしてるでしょ？それじゃあ
君から送ってみるといいわよ。大丈夫、どんな理由だってメールが来たら嬉しいものだから。そんなことないわ。今日空いた時間に送ってみて。そしたらセラ先輩との仲もぐっと深まるはずよ。昨日はメール送ってみた。本当？うん、よくやったわ。これからも頑張ってね。じゃ、今日も授業しっかりね。1517年、ルターは教会からの破門状を大衆の前で燃やし、腐敗したキリスト教を批判しました。これが口火となって起きたのが宗教改革であり。Thank you.
おや？おーい！君も公園に来てたのか？どうかした？幽霊でも見たような顔をして。こんにちは。本当にどうかしたの？ずいぶん様子がおかしいよ。あ、私何かしたかな？ごめんね、心当たりが思いつかない。今日は帰るよ。君が落ち着いたらまた話してほしいな。おはよう。ところで今日放課後にコーヒーでも飲みに来ない？君がよかったらだけど。最近ゆっくり話す機会がなかったでしょ。何、保健室で生徒にコーヒーを飲ませるくらいどうってことないさ。じゃ放課後にね。待ってるよ。50メートル走の測定をします。皆さん頑張ってくださいね。ひゃっはー、聞いたか？50メートル走だってよ。少女たちのありとあらゆる場所がはち切れそうなほど揺れるんだぜ。おい、顔の前で手を振ったら無視されたんでな。どうしたんだよ、目が血走ってんぞ。それどころじゃねえよ、発情期の猫みたいに落ち着きがないぞ。あ、わかった。俺の推理によるとだな、お前はうっこを我慢してると見た。あなたの番ですよ。来たね、いらっしゃい。
そこに座るといいよ。今コーヒーを入れるから。缶のやつじゃないよ、ちゃんとコーヒーメーカーでドリップしたやつさ。入ったよ、どうぞ。どう？結構いい豆を使ってるんだけど。それはよかった。ところで手が震えてるよ。保健室に来たくらいで今更緊張することもないでしょ。私たちはデートをしたことがある仲なんだから。仕方がない。私がマッサージしてあげるよ。ほら、力を抜いて。遠慮しなくていいよ。ごめん、私がやりすぎだった。今日はもう帰りなさい。君は冷静じゃないし、私だって動揺している。傷つけるつもりはなかったんだ。それだけは信じて。来てくれたんだね。いいんだ、私も至らないところがあったから。それで今日は仲直りを。
私は仲直りがしたいな。君のこと気に入ってるんだ。その生徒として。だから君との関係を壊したくない。だってそうじゃないか。私は教師で君は生徒で。でもそれじゃ、そんなのはダメだ。君はもっと自分の気持ちをよく考えて。違う、そうじゃないんだ。君が嫌なんてそんな。にわか雨だね。傘は持ってきてないか。悪いね、私も持ってきてないんだ。そんなに急ぐこともないんでしょ。嫌じゃなかったらここで雨が止むのを待ってていいよ。言わないで。言わないで。私から先に話をさせて。楽しかったんだ、君と過ごす時間。大抵の生徒は私と距離をとって遠くから眺めるか、一線踏み越えようとするかのどちらかだ。男子は前者、女子は後者が多いかな。君はどちらでもない初めての生徒だったの。ちょうどよく境界線の上に立ってるみたいで、だからすごく話しやすかった。ひたすらすれば可愛かったし、話してみれば骨があるし、そういうこと仲良くなれたのが嬉しくて、手元に置きたかったのかな。白状するよ。君が私のことをどう思ってるか深く考えたことは一度もなかった。君はずっと私の可愛い生徒でいてくれると思ってたから我ながら子供っぽい考えだね。そんなことあり得るはずないのに。昨日ちゃんと君の気持ちを考えてきたつもり。でもやっぱり君は考え直すべきだと思う。君は顔も性格も悪くない。だからすぐに女の子とも仲良くなれるさ。私より素敵な子なんて学園にいっぱいいるんだから。何より私たちは教師と生徒。そんなのはダメだよ。きっと君のためにならない。だから。
そんなことないよ。もっと視野を広げて。ほら、勘違いじゃないか。私が君に優しくしたのはただ面白かっただけで。いずれ君に告白してくる可愛い女の子が出てくるかもしれないよ。私がいたらその子と付き合えなくなるかもしれない。そんなこと言っても、君だって同い年の女の子が恋人の方がいいでしょ。関係あるよ。私は大人で、君は子供なんだ。価値観が違いすぎるよ。そんな。でも、ダメだよ。私たちは。私にとって君は。本気なんだね。いや、そうじゃないよ。ただ不安だったから。君の気持ちよくわかった。最後に一つだけ聞かせて。本当に私でいいの？自分が言ってること分かってる？生意気。戻れなくなるよ。男女の関係ってそういうものでしょ。そうかな。嬉しい。決めた。君の恋人になる。今日から私は君の彼女になるよ。こればかりは君をからかえない。こんなに真剣な気持ちをぶつけられたのは初めてだから。私も真剣に答える君の気持ちに答えるよ。
もう教師と生徒じゃないね。彼氏と彼女だね。いや、そんなに緊張することもないでしょ。ま、気持ちはわかるけどね。そうだね。そりゃ、私にとっても君は生徒じゃなくなったから。楽にやっていこう。お互い自然にね。周りにバレるわけにもいかないし。ところで今日は土曜日だけど、午後は空いてる？私かい？もちろん空いてるけど。君から言い出すなんて成長したね。自然に誘えたらもっとよかったんだけど。いいよ、私もその気だったし。じゃ、今日の放課後会おう。うん、君から誘ってくれて嬉しかったよ。
着替えてきたんだね。お待たせ。その服似合ってるよ。どうかした？浮かない顔してそうだね、今日は初めてのちゃんとしたデートだし。さて、今日はショッピングモールで買い物でもしようって思ってるんだけど、どう？いい返事だ。急に元気になったね。でも気合を入れすぎることはないさ。ほら、楽にして。行こうか。土曜日だから少し混んでるね。そうだな、君は何か買いたいものとかある？私？今日の夕飯の買い出しをしなくちゃいけないくらいかな。付き合ってくれる？私の代わりにショッピングカートをしてくれるとか。冗談だよ。ほら、見たところ君はファッションにもそれなりに関心があるんでしょ。じゃあ、あそこに行こう。決まりだね。さ、入ろう。さあ、君に似合いそうな服は見つかるかな。どう？気に入ったものはあった？なるほどね。ちょっと試着してみなさい。ちょっと線が細い感じがするな。私はもっと男らしい服の方が似合うと思うんだけど、君は気に入った？私が？そうだね。あ、ちょっと待ってて。向こうに良さそうなのが。これこれ。ちょっと着てみないかい？ま、一度試してみなさい。私が見てみたいっていうのもあるし。どうだい？君にはこういう服も似合うんだよ。やっぱりいろいろ試してみなくちゃね。気に入ってくれた？嬉しいね。私のセンスは正しかったみたいだ。あ、ごめん。そういえば価格のことを考えてなかった。もうこんな時間か。結局収穫はなかったね。よかった。実は私もなんだ。こうやって時間を過ごすのもいいもんだね。さて、そろそろ私は帰らなくちゃいけないんだけど、一つ取り決めをしたいんだ。
ヒーク。これからはこうやって下の名前で呼びたいんだ。いつまでも名字なんて他人行儀でしょ。セラ先生か。不思議な響き。変な感じだけど悪い気はしないかな。私もよろしく、ヒー君。おはよう。準備できてる？ああ、これ？私のではないよ。兄に借りたの。恋人とデートに行くからって頼んでね。さあ、準備ができてるなら出発しよう。助手席に乗って。ちゃんとシートベルトは締めるんだよ。あんまりじっと見ないでよ。運転に集中できないでしょ。そんなにかしこまらないで。私だって生徒と付き合うことになるなんて思ってもみなかったよ。人生何があるかわからないね。まあ、ゆっくりと慣れていこうよ。時間はたっぷりあるでしょ。ところで、さっきから表情が硬いけど、もしかして乗り物酔い？そう？じゃあ深呼吸でもしてリラックスしなさい。私まで緊張してしまいそうだ。目が血走ってきてない？そろそろ降りるよ。外の空気を吸えば少しは落ち着けるでしょ。ドライブするときよくここに来るんだ。いい眺めでしょう。秋になると山が紅葉してもっと綺麗な景色になるんだ。その時になったらまた君を連れてきたいな。ううん、誰かと来たのは君が初めてよ。この場所は兄たちだって知らない。自分だけのお気に入りにするつもりだったのに、どういうわけか君を連れてきてしまった。気まぐれってわけじゃないよ。ここに君を連れてきたかったんだ。
君が良かった。ヒーくん、君と胸が合わさった時、鼓動が伝わってきたよ。ドクンドクンって動いてた。分かってるよ。だって私もそうだったんだ。気づいてたかな？君と同じくらい私もドキドキしてたってこと。じゃあ帰ろうか。どうかした？早くおいで。じゃあね、また明日学園で。私もさ、今までで最高のドライブだった。また君を助手席に乗せたいな。疲れただろうからゆっくり休むんだよ。うん、ありがとう。はい、じゃあ保健の教科書43ページを開いて。今日は男女の性行為についての授業を行うよ。ペニスについて。ペニスは男性が性的に興奮することによって内部の界面体が充血し硬直する。これを勃起と言います。これくらいはみんな知ってるね。そこ、何をクスクス笑ってるのかな？続けるよ。
ペニスに機械的な刺激を継続して加えると男性は性的快感を覚え、先端の尿道から精液を噴射する。射精だね。この機械的な刺激というのが性行為にあたる。勃起したペニスを女性器、膣に挿入しピストン運動を行うことだ。この刺激によってペニスが射精すると、精液は膣道を通って子宮に届く。ま、射精する手段は性交以外にもいろいろあるけど。さて、受精についてだけど、受精、精子が卵子に、いらっしゃい、コーヒー入れようか。やっとコーヒー豆の使い時が来たよ。先週はゴタゴタしてご馳走できなかったからね。いいよ、お互い様さ。それに今は前より良くなったんだしね。はい、どうぞ。暑いから気をつけてね。どうかした？ん？ああ、これから君保健室にちょくちょく来るでしょ？なら君専用のコーヒーカップがあった方がいいと思ってね、買ってきたんだ。よかった。この味をぜひ君に知ってもらいたかったんだ。豆もそうだし、注ぎ方とかも工夫したからね。気に入ってくれた？